高崎屋でございます。ちょっといつもと違うアングルからスタートしてましたね。はい、今日は雑談だな。まあ詳しくはね、まあ仕事しながら話としましょうかよ。よっこらセット。まあね、詳しい話っていうか、まあ実はね、このテイク何テイク目なんだけど、ダメだこれ動画にできないと思って、詳しいのはね、多分動画にできないんで、次のねブログの中に、今日この動画がアップされる日の次の日の動画じゃねえ、ブログの中に文章で書きますわね。ちょっとね喋れなくなっちゃうみたいな感じでした。はい、なもんで、まあまあ、なんて言うんでしょう、何が言いたいか皆さん全然わかんないでしょ。俺もわかってないんです。よいしょ。まあね、恒例のこれですわ。これ縫いながらちょっとね雑談しようかなと思います。よいしょ。この足の動きが可愛いよ。まあ、なんて言うんでしょう、ね、革職人を目指してるみんなみたいな結構多いと思うのね、僕のこの動画の、ね、視聴者さんは。まあそれにの、なんて言うんでしょう、応援歌じゃないですけど、ちょっと応援みたいな動画にしてみようかな。まあ、なんて言うんでしょうね、革職人を夢見てみたいな、ね、いつかやってやるみたいな思いを、で、そんな夢を追いかけながら、僕の動画を見てくれてる方っていうのも、結構いると思うんだよね。それはね、完全に職業として脱サラしてであったり、まあ、定年後であったりとか、まあ、いろいろ、あると思うんだけれども、まあね、いろいろぶち当たると思います、壁にはね。夢に向かっていくのだから、いろいろあって当たり前だよね。困難なことはね絶対あると思う。これ大丈夫かね。大丈夫だね。なんていうのかな、うまくいかなくて当たり前壁には何回もきっとね、きっとぶち当たると思います。いろんなことで順風満帆にね、すんなりとはいかないかもしれない、でもね、本当月並みなんだけど、諦めなければ続けてれば絶対、そのなんて言うんでしょうね、続けていれば必ずこう出口は見えてくると思うし、一歩一歩近づいてくるもんだと思うんですよ。これはもうこの職人どうのこうのじゃなくて、いろんなことでね、何でもかんでもよ。で、恥ずかしいと思うこともあるだろうよ、きっと。よいし
人にバカにされることもあると思う。でもね、そんなことはね、いいんですよ。ほっときゃ。嫌な思いもすると思う、どっかで。でもね、やっぱ信じられるのは自分だけなんで、それを信じて前に進むのがいいんだと思います。一生懸命やってればね、本気でやってれば、本気でやってれば必ず、ね、結果はすぐには出なくても必ず出てくるもんだと僕は信じてます。誹謗中傷じゃないけど、いろいろやんや言ってくるやつもいますよ。でもね、ある一線を越えたらスパッといなくなりますんで、まあ通過点だと、そういうのはね思って、自分がいいな、かっこいいなってものを信じられなかったらダメじゃん。で、やっぱ周りからどう見られてるかって気になると思うよ。うん、気になると思うんだけど、そこはね、一切無視していいとこだと僕は思ってます。ああ、それは俺だってずっと周りの目を気にしないで今まで来たかって言われると、そんなことはないわけで、やっぱ気にもしたこともあるし。でもね、冷静に考えてみたらさ、まあ、日本人だけ、日本語だけで考えても、見てもね、こうやって物を発信してるわけじゃない?で、99人が、ね、99人が、なんだこいつ、何、青臭いこと言ってんだとかね、くだらねえこと言ってんなと思われたっていいんですよ。1% の人が共感してくれれば、たった 1% でいいんですよ。いや、もっと言ったら 0.1% だって全然いいんですよ。ハードルはそこはね、全然高くない。だって日本人何人いるんですか。ねえ、1億2000万人いるんですよ。ねえ、それで 1% って言ったら何人ですか。まあ全員が僕の動画を見ているわけではないっていうのはもちろんわかるんだけど、そんなことは百も承知で言ってるんだけど、たった一人でもね、共感する人が いてくれるのならば頑張れるじゃん。ね、100人見に来てくれてね、その中の一人がいいなって思ってくれるものが作れるんだ、作ってるんだったら、だから自分のこの感性というか、自分がの心にね、素直に向き合っていいなって思うもの、かっこいいなって思うもの、こんなん作ったら恥ずかしいなとか、かっこ悪いなとか、ダセーとか思われねえかなとか、そういうものはね、ブレーキにしかならないと思うんだよね。やっぱね、初めはね、右も左も分かんなかったら、ね、好きな作家さんのものを真似てものを作るでもいいですよ。ただそれをね、それを大手を振って今販売できるんで、販売しちゃったら良くないとは思うよ。
まんまデザインとかをね、まんまそのまんまのデザインをやって、まあどうしても似てしまうものっていうのはあるのはわかるけれども、なんかねちょっと言いたいことがブレてきちゃったけど、あとねあのフォロワーさんがね視聴者さんがね入院するみたいな、まあ検査入院だけどみたいなお話を聞いたりとかして、ね、ちょっと心配だったりしてるんだけど、まあね人間必ずね、生きていれば死ぬわけで、出会いがあれば別れがあるわけでね、これはもう人間である以上避けて通れない、時間は限られてるわけです。だからこそやっぱり人にああだこうだ言われて人の目を気にしてじゃなく、己は何を作りたいんだいと、俺は何をしたんだいっていうのを、あだこだ回り道してる時間はないと思いますよ、やっぱりね。いろいろ批判してくるやつなんていうのはわざわざ自分の時間を使ってよ、それで人に対してああだこうだ言うのに時間を使ってるやつなんていうのは、心底おバカだと思いますよ。そんな時間とかそんな手間があるんだったら、ましてや物を作ったりなんだりしてるんだったら、己の作るものにその神経をその時間を割いた方がいいと思うよ。たったの1秒だとしても。人を批判するためにその時間を使うなんてことは本当ほんまもんのバカだと思うよ。そんなやつにいいものは作れるとも全く思わないですね。だからまあ本当自信を持ってやることですよね。そんな風に思います。今ね入院してる最中でも僕の動画見るって言ってくれてたりとかしてね、そんなのすごく嬉しいですよね、やっぱりね。個人情報になるので、一切、絶対に、そういうお話は誰かっていうのは僕はしませんけども、詳しい話もしないですけど、ね、レザークラフトやられてる方っていうのは、結構、どこかが、ね、四肢の動きに支障があるとか、いろいろこう、これ以上は言わないですよ。これ以上は言わないけど、いろいろ障害を持ってられる方っていうのは多いですね。そこと向き合って、それを克服しながら、こう、ものづくりをされている方ってすごく多いと思うんだよね。それでもできることですよね。それとかね、心に大きな傷をね負ってしまった方とかも、基本的に人と関わらずに、あまりね完全にはなかなか難しいと思うけどね、物を買っていただくってものが成り立つんだったら完全にっていうのは難しいかもしれないけれども、割とこうなんていうのかな、一人で生きる時間が長いものだから、まあ向いてるといえば向いてるんだよね。だからそういった方も結構おられますよね。僕はね、どういうわけだか、どういうわけだか、なんていうの、僕はカウンセラーでも何でもないんで、適切ないいアドバイスなんて全然できないと思うんだけど、
そういったことを聞かせてもらえる、また聞いてほしいっては言われてないけども、あの打ち分けてくれる方々っていうのもね結構いたりとかして、まあまあ応援歌じゃないですけどね。このアングルだとこれが歩いてるように見え、歩いてるようになってるの見えるかな、ね。これね、なんか可愛くないですか、これ 歩いてる姿が。このスピードになっちゃうと歩いてるようには見えないけどね。ちょっと、まああれですね、いろいろ言いましたけどもね、どん底に、人生どん底を味わったことがあると、ちょっと人には優しくできるようになるんじゃないかななんて思います。これね、これ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 、この間ね、これが中に巻き込んで痛い目にあったんで、ちょっとやばいなと思ったら先に取るようになったね。糸がなくなってしまいました。よっ、唯一この爪を起こしにくいのがね、よいしょ、このミシンのあれかな、これはもう横の水平釜はしょうがないね。うん、今回はね、これ止めてる間も結構やってたんだけど、結構な枚数ですよこれ、結構な枚数、気がつくとないんでね。よいしょ、うん、まあな、うん、伝わるか伝わらんか分からんけど、今僕が喋ってる内容っていうのはね、まあいいんです。さっき自分でも言ったけど、たった一人でも伝わればそれはそれで意味のあったことなのかななんて思ってます。まあね、なんか言いたいことが他にあるんだろうっていう感じがしますでしょ、うん、他に言いたいことあるんだけど、この話は、その話はね、きっと一生話さないで済めば一番いいなと思ってます。
なんかよくわかんないけど、そこにはね、普段の僕のこのスタンスの原点みたいなのがあったりするんですけどね。おろよ、いつもミシンの動画ね撮ってる時邪魔だ邪魔だ言ってますけど、カメラがそこの場所は邪魔じゃないんです。まあね、あのとてつもないどん底の経験みたいなのはあったりするんだけどね、本当言わないですけど言わないですけど、そんな時こそ俺を見ろって言いたくなったりもしますけどね。なんとなくそこら辺を感じてくれてる皆様が多い気がするんだけどね。なんとなくだと。確実に伝わってるなって思ってる方も結構います。本当にね、ごくごく仲のいい方々はね、こんな話もしたことがありますけど、よいしょ、お、なんだ、なんかガツンって言ったな。やばいと思ったら止める。あーかー、危ない、危ない、巻き込んだ、よいしょ、セーフ。こいつやるときはちょっと要注意だね。川にはこういうの出ないですからね。ランプを縫うときは注意が必要ですって感じかな。よいしょ、そう、これね、買ってくれるのは嬉しいんですけど、今更気がついたんですけど、単価が安いものって、うちの僕の利用してるね、EC サイトは、売上代金の何パーセント、プラス40円とかなんだよね。30円かな、40円かな。だから、こいつは、こいつは単品でお求めいただいて、梱包するものの値段を入れると赤字になってしまうアイテムかもしれないみたいなね。まあ、ついでに買っていただいているものでもありますし、ね、磨くポリッシングリキッドとかね、ポリッシングリキッドとかポリッシングクリームをね、お買い求めいただいて、それに合わせるといいよみたいなアイテムなので作り続けてますよね。でもね、これがところがどっこい、あのベースさんがそれをね、毎月定額でいくらだ、6000円ぐらいか払うと、プラス40円っていうのが撤廃されて、で、売上金額の何パーセントっていう金額も下がる
グロースプランみたいなものをね始めてくれたので、まあトータルで考えたらそっちの方が全然うちの場合はいいじゃんみたいなのがあったので、で何の急に何の話をしてるんだよだよね。なんか変な感じだな、なんか変な感じ。まあ明日のブログを見てもらえると分かるんだけどね、すごく感動したことがあって、ようやくちょっと心が落ち着いてきた。まあね、いろ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 ここまであったんだよね。まだ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 戦い続けますよ、うん、まだまだ俺は戦っていくつもりです。弱小勢力だけどね、弱小勢力だけどね、うん、なんかねついてきてくれてる皆様をすごく感じるんで、まああまり期待されても困るんだけど、僕のことはできないんで。これがミシン細かいピッチで縫ってるじゃん今。戻し忘れてねこの間。他のレザーアイテムを縫い始めた瞬間、うわ細けえと思ってね、一つボツにしました。なのでこれを終わった後はピッチを戻すのを絶対忘れないことね。こうやってアウトプットしとくと忘れないんですよ。これを心の中で思っとくだけだと忘れるんですよ。また同じことを繰り返すんですね。だからもしもねブログとかさあブログとか SNS とか、ね、この YouTube とか、ね、僕のこのこれを見られてる方もねやってみてはいかがでしょうか、うん、なんかねこう続けていくためのモチベーションにもなりますしね、自分のための記録というかね、そんなものとしてもやってもいいのかなと思います。誰かが見てくれてると思うとさ、やる気になるじゃん。ねえ、こんなつまらん話をといつも思うんだけど、それでもね、早送りしないで全部見てます。ね、聞いてますって言ってくれてる皆さんももういるんでね、やっぱすごく続けていくモチベーションになるよね。来ましたね、外は。さっきまで明るかったので。おお、引っかかった。
大丈夫だ。異常感じたらすぐ止めるって感じね。よし、定規をなしで縫ってみましょうか。この釣り定規、これね、これを全く使わないで、あ、いけるもんだな。あれ、定規俺いらねえかも。いや、そ、いや、まあ保険で欲しいけど。ない方がいいかな。ちょうどこの目があるじゃない、この目の真ん中に沿って平行に行こうと思うと、ない方がやりやすい気もする。とある職人がね、凄腕職人さんがいるんだけど、僕は見たことないんだけど、知り合いがね、その作業風景を見てて、定規一切使わねえんですよって聞いて、なんかすげえんだなって思いましたね。今回の最後の1枚でございます。落としてピッチを戻して、でこのピッチはどれぐらい、強いか、こんな感じかな。綿ぼこりがすごいからね。強いな。ん？ホワイトが強いな。なぜ？なぜ？こんなもんかな。こんなもん。
んだと思いますけど、もうちょい、ね、でございます。てな感じで、まあまあ、うん、よくわからん動画でいつものことですけど、なっちゃいましたけども、はい、また遊びに来てください。じゃあね、バイバイ。